F リーグ2021-2022 ディビジョン1第10節10月23日に行われたアウェーゲーム、馬佐重大分は立川府中アスレティック FC と対戦。白のユニフォームの大分は3分後方からのパスをカットされ、立川府中の内田にターンから先制点を許してしまいます。大分の攻撃、17番コカド判定から左足、ここは相手が好セーブ。続いてキックイン、芝野からパカッと、惜しくも合わない。大分今度は前線でパスカット、3番野口、相手キーパーの正面。エンドが変わり後半3分、相手のパスミスを11番森村が拾うと、そのまま左足を振り抜く。大分はここで同点に追いつきます。立川府中のセットプレー、大分のピンチ、ここはキーパー矢沢がナイスセーブ。同点ゴールを決めた森村、キープから5番滝沢、わずかに外。キックインから野口が詰める、ここも決めきれない。お互いにチャンスを多く作るも両者一歩も譲らずに試合終了。馬佐重大分、勝利を引き寄せることができず引き分けとなりました。さてここでこの試合ゴールを決めた11番森村隆史選手にインタビュー。9月には日本代表としてワールドカップに出場した森村選手、改めて今の心境を聞いてみました。少ない時間で、主にセットプレーで出場機会を得て、シューターとしてやっぱり日本代表で評価されてたのかなと、はい、思いました。通用する部分はやっぱ守備の強度、前からの強度であったりとか、カウンターのスピードっていうのは日本代表はやっぱり速いなと思ったけど、海外のチームは逆にチャンスが少なくても、少ないチャンスでしっかり決めるっていうか、その攻撃の迫力っていうものが、日本と比べてまだあったのかなと思いました。すごい会場を自分から盛り上げて、ジェスチャーとかして盛り上げて、自分の空気にして決めちゃうみたいな、そういうのはすごいなと思いました。次のワールドカップにも当然出たい気持ちはあるんですけど、今はとりあえず帰ってきて、チームの順位的にも、それどころじゃないなっていう、このチームの今の雰囲気っていうのにも、危機感は僕は感じているので、ワールドカップ出た出てない関係なしにやっぱり危機感を伝えて、また上位に戻ってこれるようにこれからやっていきたいなと思います。次回ホームゲームは11月13日土曜日、ボルクバレット北九州と対戦。応援よろしくお願いします。